軍人シリーズです。帝国陸海軍男たちの群像。今回は海軍から小沢治三郎提督取り上げましょう。対米戦争の末期にはこの小沢さんがさまざまな艦隊を動かしてアメリカに戦いを挑んだ、そんな記録が残っています。田中先生、小沢治三郎さん、いかつい顔で鬼瓦と呼ばれていたようですね。そうですね。失礼だよな。まあそうですね。鬼瓦と呼ばれていたことは事実ですね。はい、お写真見てもいかにも鬼瓦でした。まあそうですね。はい。まあ、はい。まあ、軍人だとこれぐらい迫力あった方がいいんじゃないかなっていうところもありますが。よく喧嘩したみたいですよ、幼い頃は。宮崎県の生まれですね。1886年ですから、まあもう明治もね、20年になろうかってことですかね。19年。はい。その喧嘩っ早い少年だった小沢少年なんですけど、それが海兵を志したわけでしょうか。そうですね。なんか、宮崎中学校ですね。まあだから、そこに通ってた頃に、なんか不良少年を柔道技で投げて、退学処分。で、なんか、お兄ちゃんが陸軍軍人だったのかな？で、なんか、その、お兄ちゃんが、なんかその、自分の上官に、いや、困った弟がいるんですよ、みたいな感じのことを、こう、なんか言ったらしいんですよ。で、そしたら、その、なんか、牛島貞夫っていう、まあ、これ、最後、陸軍中将になる人なんですけど、で、この人が、なんか、反省しろみたいな手紙をわざわざ、だから知りもしない、そのね、自分の部下の弟のために、なんか、過ちを改むるにはばかることなかれっていうふうに言った手紙を、しかもこれ日露戦争中なんですよ。に送られて、もうなんかやっぱりちょっといかんみたいな。で、なんか、この手紙は残ってたらしいです。その小沢治三郎、亡くなるまで、こう、ずっとこう手元に残して、いかんいかんみたいな。なんかあったら、そうそう、いかんいかんみたいな。まあ、ちなみに東京でも喧嘩、この後上京して成城中学校入るんですけど、成城中学校でも喧嘩沙汰を起こしてるんですけど、で、ちなみに笑い話があるんですけど、その喧嘩沙汰を起こした相手が、三船久蔵だったっていう、本当かいなっていう、三船久蔵ってめっちゃ有名な柔道家なんですけど、で、その成城中学校を1906年3月卒業し、第7高等学校と海軍兵学校を受験して、両方受かって、第7高等学校行ったんですけど、まあ一応海兵に行くってことで結局、海兵は入学が11月なんで、途中でまあ、退学して、海兵37期で、入学するっていう感じになります。成城中学っていうのは、小田急の成城学園前の成城学園とは違うんですよね。あ、違います、違います。また別ですね。新宿にあるのかな、そう今。ですね。今もありますよね。成城、そうですね。あります、あります。成城牛中ご、牛。高。そうですね。牛込のあたりにあるはずですけど。学校もなんか、割と軍関係者を輩出したっていうので有名と聞きました、昔は。もともとなんかあれ、士族が、その、なんだろう。陸軍幼年学校とか士官学校の、その、なんていうんですかね、に入りたい人たちの、まあ、今で言う、なんだろう、予備校みたいなもんです。で、しかも寮があるんですよ。だから、その地方で、まあ、やっぱりその、なんだろう、士官学校入りたいよとか、中央の4年学校入りたいよって人が、まあ、なんだよ、ある程度お金出して、その寮に入りながら勉強するみたいな。で、そこから結局、最終的にはまあ普通の学校になったんで、まあ、その意味で言うと、陸軍の軍人がめちゃくちゃ多いんですね。だから海軍の軍人になった小沢さん、ちょっと異色ってことでしょうか。まあそうですね。まあちなみに成城中学校、その有名な出身者ってことで言うと、寺内久一、宇垣一成、松井はね、南次郎、金谷典蔵、まあここら辺が有名ですか。圧倒的に陸軍軍人ですね。そうですね。さて、それで鹿児島の第7高校にちょっと行った後、海兵の37期、成績はどうだったんでしょうか。入学の時の成績はもう本当に良くないね。180番中150位とか。で、卒業の時に40番ぐらいなんで、まあ、エリートっていう感じはないですね。同期に、まあ、井上茂吉大将ですね。
はい。馬がいますね。その後、解体は行ったんでしょうか？解体も一応行ってます。で、うん、まあ、乗組員になって、いろいろまあ乗ったりしてやってますけれど、で、解体に行ったのはだいぶ後なんで、1916年から欧州学生になってて、で、まあ、19年か、欧州学生っていう形になりますね。海大は卒業が19期かな。うん。ってことはもう、1920年代入ってきますよね。そうですね。だから今までなんていうんですかね、そのご紹介した、そのね、海軍の軍人たちに比べると、まあ、生まれがね、86年っていうのもありますから、まあ、だいぶやっぱりちょっと若いなっていう感じはしますね。うん、でこのちなみにその海雷に行く前にはですね、実は水雷艇に乗って地中海も。小沢さんっていうと、なんか、駆逐艦乗りだ、駆逐艦上がりだとかって言われるんですけど、やっぱ水雷の人だったんですね。うん、だって20年代に、金剛に乗ってるんですけど、金剛の時は水雷長だったりしますから、まあ、専門はまあ、多分水雷艇なんじゃないかな。うんうんうん。はい。長門陸奥あたりまでも、水雷の武器積んでたりしたので、うん、はい、だから戦艦に乗ってても、その水雷やってたっていうのは十分ありますよね、それは。そう、あります、あります、普通にあります。うん、そうですね、やっぱり26年5月に連合艦隊参謀になった後、12月に第一水雷戦隊の参謀やってるんで、やっぱこれあれですね、しかもその後27年12月に海軍水雷学校とか砲術学校の教官もやってるんで、うん、水雷は多分専門だったんでしょうね。うん、でちょうどその頃、三保関事件って起きますよね。起きます、起きます。はい。うん、これ、小沢さんも無関係ではなかったような気がするんですが。まあそうですね。はい。まあ基本的にはね、まあ、加藤博晴がか、まあ、加藤博晴がっていう、ちょっと言っちゃうとあれかもしれませんけど、はい、まあまあ、海軍にとっては結構大きな事件ですよね。で、加藤博晴で司令長官、そして参謀長が高橋三吉だったと思いますが、はい、この演習はあまりにも危険っていうのを小沢さんが言ったけど、それが聞き入れられなかったっていう、そういうことを聞いたことがあります。三保関事件については。そうですね、はい、第一当時水雷戦隊の、まあ、専任参謀だった当時中佐ですかね、これ意見具申はしてるんだけれども、高橋三吉 と、近藤信武ですね、連合艦隊の専任参謀が近藤信武なんで、この2人が当然それは加藤博晴の意向ってことになるんですけど、予定通りの夜間演習を実施したということで、まあ、やった結果がということで、どこかでお話ししましたね、一回ね。あ、違うわ。僕のあれか。それは先生がご自身のチャンネルで三保関事件を語りになった時にですね。そうですね。僕のチャンネルであれか、うん、読書紹介かなんかでお話したのかな。連合艦隊を喋った時にやったのか。はい。うん、その時に確か出てたと思います、この話は。はい。うん、事件の背景としては結局、そのワシントン海軍軍縮条約で、まあ日本はその軍縮枠をはめられたってことで、まあその軍縮条約に強く反発していたその加藤博晴が、船が増やせない以上はもう訓練で補うしかないという、まあそういう発想に基づいて、その猛訓練ですね。で、その猛訓練をやった時に、その夜間演習っていうのをやっぱ重視する。まあそれはそうですね、兵力が少ない方は夜間にやっぱり動くってことになるんですけど、まあそれが結局、危険な、まあ、演習で事故になり、駆逐艦と駆逐艦が衝突してとかですよね。で、あと30年代に入ってくると思うんですが、この頃から艦長とかやり始めますよね。そうですね、はい。艦長もやってるし、あとはね、なんか30年には欧米に出張もしてるんですね。うん。うん。その後はね、海大の教官にもなって、で、34年になると、マヤ、それから春菜、ここら辺の艦長。うん、で、また36年になると、あれですね、海軍大学校の、だから結構教官も多いんですね。うん、はい。水雷学校なんかでも教官やってますから。うん。で、いよいよ30年代も後半になってきて、日米の間の関係が、ぎくしゃくしてくる頃だと思うんですが。はい。対米戦争が始まったときは、小沢さんは南京艦隊という名前の司令官だったりするんですが、はいはいはい、そうですね、はい、そうです、はい。だからマレー作戦に向かう、まあ、要は指揮官ということですね、海軍側の、ね、うん。
それ以降、この太平洋戦争における小沢さんっていうのは、どういう戦歴になるんでしょうか。南京艦隊が活躍したというのはあまり聞かないのですが。まあ、そうですね。で、まあ、マレー作戦をまあ指揮、まあ、マレー作戦をまあ指揮って言ってもねっていう話なんですけど、うんうん、まあ、上陸させるっていうことですよね。うんうん、で、まあ、なんか、あまりそんな大規模な戦闘にはならずにっていう話なんですけど、一応そのプリンス・オブ・ウェールズとか、まあ、要はその、なんでしたっけ、デパルスでしたっけ、はい、あれを撃沈したのはっていうことなんですけどね。うんうんうん、その小沢の南京艦隊ですよね。まあ、もちろんメインは飛行機ですけれど。そして、この太平洋戦争において小沢さんといえば、なんといっても、1944年のマリアノ海戦、この印象が強いんですが。そうですね。まあ、負けましたからね。負けましたからねって言っちゃいけないんですけど、うん、まあそうですね。まあ確かにそうですね。第三艦隊の当時司令長官だったのかな。はい、で第一機動艦隊の、まあ、一応指揮官としてマリアナ沖海戦で、指揮を取ってということですね、うん、ただ航空部隊の運用については一応第一航空艦隊の司令長官とか戦前にやってるんですけどね、39年とかにやってるんですけど、まあ、なんか周りの証言だとどこまで理解したのかなみたいな感じで、うん、そしてこのマリアナ沖海戦ではアウトレンジ戦法っていうのを採用したんですが、はい、これで我が方の爆撃機、雷撃機、そしてゼロ戦にも爆走させてたということで、はい、バタバタ落とされたと聞きました。そうですね。まあ、要は敵の射程外から一方的にまあ攻撃をかけるっていう、まあ、戦術のことですよね、結局は。うん、だからこれだと結局命中率がやっぱ悪いから、まあそれでっていうことなんでしょうけど、まあ七面鳥、マリアナの七面鳥狩りとかってアメリカにバカにされたっていう、艦載機378機撃墜、航空母艦が沈没3隻か、だからもうほぼこれで連合艦隊は、まあ、全滅ですよね。うん、空母大砲、空母昇格、このあたりが沈みましたね、はい、そうですね、はい、いやまあけどこれ大沢のせいにするのはかわいそうな気もしますけどね、やっぱりもうもちろん知ってますよ、あのマリアナ沖海戦のね、よく勝敗の要因としても真っ先に挙げられるのがその大沢千三郎を率いる司令部の指揮官の能力だって言うんだけど、まあなあ、ただし、それまで の、 あの戦いを挽回しようと思ったら、あの、向こうが攻撃できないけど、こっちは攻撃できるっていう、うん、これをあのこの航続距離を生かす以外に方法はないっていうことで、やってはみたんですよね、うん、これをね、うん、で。それは間違いないですけど、うん、でまあ、よく言うんですよ、その立ち上げ、じゃあこれ、日本側の連動がこうちゃんとね、訓練の度合いがちゃんとしてたら、本当に勝てたか。っていうふうに、まあ、言う、だからもともとの作戦時代に無理があったんだって言うんだけど、うん、いやけどだってこれ日本側が500機ぐらいですよね、確か飛行機が、はい、そうです。でアメリカ側が900機だから、そうです。いや勝てるわけないでしょっていう話なんですよね、そもそもが。だからもうそれ言っちゃったらしょうがないじゃないですか、はい、高度3500ぐらいでちょうど敵艦に突入、あの近づくかみたいな時に、あの4000ぐらいに待ち構えてたっていうことですよ。うん、まあそうですね。まあだから電端でちゃんと捕捉されてたっていう、うん、そうですね。もうこんなことされたら小沢さんであってもなくても負けちゃいますよね。そうだから結局そのなんですか、電端で捕捉されるってことはもう戦っちゃいけないんですよね、はっきり言えば、うん、戦争をやってはいけない。まあ、もちろんこのマリアナ沖海戦ってね、そのサイパン島陥落する直前だからまだまだっていうのはあるんだろうけど、まあそうですね、うん、そして小沢さん、ただまあ、うん、はい、あ、ごめんなさい、ただね、小沢もやっぱね言ってるんですよね、人命より艦を尊重させる、飛行機は弾丸の代わりと考えるとか、まあ、結構そういうことは言ってるんでね、うん、どうなんだろうなっていうのはあります。どれほど消耗してもこの作戦はやり抜くみたいなことも言ってましたよね。うん、そうですね。で小沢さんといえば、その4ヶ月後に今度はレーテ沖海戦でもなんか参加するお方かなと思うのですが、はい、まあこれはまああれですよね、どっちかというとおとりの側ですね今度は。はい、
彼は第三艦隊司令長官で、今度はまあ要はハルゼの機動艦隊をまあおとりとして引きつけるということですよね、うん、でだからこの時はもう ずっと生き残ってた瑞鶴とか、はい、千代田とか千歳、宝生、ねうん、空母4つほどけど何もの、はい、飛行機も何も来てないという、そうそう、はい、ただそれがハルゼを引きつけることによって、うん、大和が零点に突入してくれたらそれでいい。そうですね、はい、実際ハルゼはこれに引きつけられてガンガン攻めてきましたよね、うん、そうですね、それは間違いないですね、うん、でこの小沢さんはこの今こちらに敵が攻めているっていうことを大和の艦橋に必ず伝えろっていうふうに、うん、しかもその電信が大和に届いてる届いてないっていうのが未だ謎というふうに聞きました。そうですね、まあ、要はその随核機関随核がもうすぐに攻撃されて、早々にこう作戦能力に問題があって、でじゃあその今度大淀かな、うん、確かかなんかに移ったんですよね、うん、で移すっていうののまあ混乱ぶりが結局まあやっぱりそれがどうなんだっていうのはありますよね、うん、小沢さんはもうでもこの時に艦とともに行きたかったようなんですけど、部下が手足もう全員抱えて大淀に乗せ替えたっていう、はい、うん、そんな話が残っています。まあそれはそうですよね、だって最後まで作戦を遂行しなきゃいけないですからね。まあ人は引きつけてることはもう成功してるんですけど、はい、うん、ちなみに小沢もこのレイテ沖海戦の時は自分の指揮下から特攻部隊を編成させてます、ね、なんかその特攻に行く人には自分から探検渡したというそんな話まで残っています。うん、そうですね。内地に戻ってくるんですよね。そうですね。で、連合艦隊の司令長官に就任しますね。しかも、中将のまま就任すると聞いたんですが。これは本人が大将昇格を断ったんでしょ？なんか、まあ、そりゃそうだよな。この戦歴見たらな。結局、小沢さん、生き残ってしまいましたね。そうですね。まあ、なんか、それを本人はものすごい、まあ、気にしてたみたいですけどね。死に損ねた男だったとかって言ってよく、まあ言われるんですけど。まあ、これ連合艦隊の司令長官としてはもうはっきり言うけど何もやることはない。なんでかっていうともうね、要は45年の5月の時点だから、まあ大和も含めてね、まあ、やられてるわけだからもう何もないですよね。何もないって言ったら怒られますけど。一応戦歴、役職としては、第三艦隊司令長官から軍令部次長、これが44年の11月から、でその軍令部次長から、45年の5月に、連合艦隊の司令長官っていう形に一応なってますね。はい。うん。だから、大和の特攻に関しては、その、神重則か、これがやらせてくださいと言ったのに対して、その軍令部第一部長の富岡貞俊が燃料がないからダメだ。で、当時軍令部総長が、及川小四郎だと思うんですけど、それが何も言わないから、結局、小沢が最後直接許可を与えた。じゃあ、軍令部総長が及川さん、軍令部次長が小沢さん、で、うん、及川が何も言わないから、小沢が決めちゃった。で、そうですね、富岡聡都氏は反対したのにってことですね。そうですね。だから、これ、小沢は自分で言ってますよ。自分に責任が一番ある。この、いやいや、大和の特攻に関して決めたのは自分だっていうことは言ってます。だから、彼は別になんかその、なんていうんですか、まあその戦歴としてはあまり良くないじゃないですか、まあ正直言うと。まあ、まあ、レイテ沖はともかく、まあそのね、特にそのマリアノ沖海戦のやっぱり敗北っていうのがよく言われるわけだけど、言い訳はしてないですよね、彼は。その例えば、ああすればうまくいったとか、自分に責任がないとか、そういうことは言わない人なんだよね。うん。けど、マリアノ沖もそう、レイテもそう、そしてこのヤマトの特攻もそう、この人の指揮下でいろんな人が死にましたね。そうですね。まあだから、ただね、それが小沢の責任かって言われると、そもそもやっぱりこの戦争をやったこと自体が、まあね、もう要は判断として間違いなんじゃないですか、みたいなところはありますよね。うん。はい。で、あとはまあその特攻に関しては、こう結構激励をするとか、そういうことは、打電とかはしてます。うん。はい。戦後は、なんか、世田谷のオンボロ屋にずっと住んで、かつての連合艦隊司令長官なわけですから、会社の理事になってくれませんかとか、そんな話もいっぱいあったらしいんですけど、小沢さん全部断ったようです。
そうですね、防衛庁の顧問だけはやってるのかな。はい。それ以外は、まあ、なんか、断ったみたいですね。駒沢通りの桜を見るのが、毎年いつも楽しみだったという、そんな話まで聞こえてきます、ね。そうですね。その終戦の前日には、終戦の前日は8月の15日の前日なんで、8月14日ってことですけど、まあ、やっぱりその終戦決定のいきさつを話をして、まあ、軽挙妄動はするな、まあ、いうことですね。で、それからその、まあ、当然、その海軍ってことになると、大西竹次郎が自決してて、で、宇垣まとめが特攻してるっていうことについてなんですけど、彼ははっきり言ってるのは、その自分の幕僚たちには、君たちは腹を切ってはいけないと。で、自分も自決はしないと。で、こう言ってるんですよ。自分は第一線で全力を尽くして戦ったが、戦争は不幸にして負けた。自分にはその責任はあるが、戦争を始めた責任は俺にはない。まあ、こう思わざるを得なかったなっていうところはありますけど、けどこれは僕は正しいと思うんですよね。やっぱり戦争ってね、始めたやつがいけないんですよ。だからその軍人たちっていうのは、やっぱりもうそのね、ある程度ドライに、いや、自分はここで、例えばまあ、その、大沢の場合だったら第3艦隊司令長官としてマリアナ沖海戦の指揮を取れと言われたから、まあその中でベストの作戦が、例えばアウトレンジ作戦なんだ。勝つためにはもうこれしかないと。僕個人的には多分、まあもちろんその小沢が適任だったかどうかっていう疑問はあるけど、小沢以外がやっても負けだと思います。で、まあその七面鳥の狩りみたいな感じになるかどうかは少なくわからないけど、裁判とは陥落してたと思います。だから、その意味で言うとですね、まあ、言い訳しない小沢が、そういう、なんていうんですか、大敗の指揮を取ったっていうことで、まあ、なんかその陸軍のみっともない、その逃げたり隠れたりする奴らに比べれば、その小沢がこのマリアナ沖海戦とか、まあ、あとは最後のその連合艦隊の司令長官だったっていうことで、まあ、陸軍に比べたら海軍のメンツが保たれたんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思ってます。なんか、僕が小沢さん考えるときには、いつもそういうことを考えてます、ね。小沢さんが病を得て、もう病室で立てなくなったときに、栗田武雄が見舞いに来たそうですよ。まあなあ、栗田武雄な。だけど、小沢さんが栗田に、なんでお前あのとき判定したんだとか、そんなことは一切言わなかったようです。まあ、だから、ね、もうそれは言ってもしょうがないことだからね。だからそういうことは言わない人ですよね、彼は。やっぱり最後まで鬼瓦だったような気がしますね。まあそうですね。だからそういう、生き方を選んだ人っていうことですね。はい。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。